はい、おはようございます。今日はトリッカーで、雪山に向かってます。奈良県の桜で有名な吉野の近くにある黒滝というところです。近くにですね、大台ヶ原という高い山があるので、奈良県はあんまり雪が積もらないところなんですけれども、雪が残っているということです。雪道はですね、これまで迷い込んだことがあるといえばあるんですけど、ちゃんと走りに行こうと思ったことはないので、どういう格好で行けばいいのかなと、考えたんですけど、まあ多分こけるんだろうなと、びしょびしょになるんだろうなということで、スキーウェアを、出してきていました。中にですね、プロテクターもしっかり入れてますし、意外と見た目もバイクのジャケットっぽい雰囲気があるんじゃないかなと思ってます。まあどうなるか分かりませんが、とりあえず向かっていきたいと思います。全然進まんやろ。思った以上に進まないですね。びっくりやな。
ダブルの方がマシかもしれんわ。いや全然マシでしょ、そりゃドロドロになっただけめっちゃ滑る。タイヤはこんな感じです。もう詰まっちゃって滑ってますね、思いっきりね。むちゃくちゃ暑いです。
上がれないですもう戻りましょうか。どんどん行きたかった距離から真っ白ですもん上。真っ白です無理。もうここでも無理やった。この辺が一番きつい。まだもうちょっときついけどな。まあ、坂じゃなければ走れるんだけど。いますよ。フロント全く効きません。で、リアブレーキに足を置けなかったんで、エンジン止めてエンブレでなんとかこけずに済みました。これこけたらまた起こすの大変だと思うんで、エンジンかけずにクラッチでつないで持っていきましょう。